いつも動画を見ていただきありがとうございます。さあ今日も行ってみよう。私の動画では選手を呼び捨てにしたりヤジを飛ばします。選手は神様だみたいな方はストレスの原因となるので見ないことをお勧めします。お金をかけてギャンブルをしている一人として動画を作っています。命をかけてレースをするレーサーとして敬意の気持ちは持っていますのでご理解ください。ここは大穴を狙いました。5番の前田選手と7番の松本康選手の頭で1、2番の2、3着狙いです。ほら康がいった。あー前順はもうダメですね。古城選手がね本命になってたんですよ。ああバッチリの展開。1は残しそうなので7-1はいい。6位茂来い。松本康史3番手から2番手上がる1コーナーです。2番小栗の懐上がってきました。7番松本康史速攻展開。01番の青木、3でも6でもいいよ。すぐ後ろ3番手2番小栗が粘る競争。6番の田中茂、その後ろ3番手3か6の3着で7-1はできただろう。5番前田、4番中田下がりました。 OK。 7番の松本がインコース上がってきています。7番の松本がトップを奪いました。田中茂選手が来るとね400倍ぐらいつくんですよ。小栗が3番手まだまだ粘る。全然降りてないんで切り返すのか。8番小林は5番手浮上。4コーナー立ち上がって、はいね、よし716できたろ。400倍2枚ですね。よし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 、大きいよ。いいよ、そのまま守れよ。3着水木いいぞ、来なくていいぞ。7番松本が最後はちぎってみせる。来なくていいぞ。6番田中茂のインコースアタック。8番の小林瑞稀狭いところこじ開けて3番手は接戦模様。外7番の松本康一発決めました。2番手は1番の青木粘る。いやー10秒前となりました。針が動きます。5秒前です。3秒切ります。2秒。7レース2連単払い戻し率 80% 競争スタートしていきました。1番の田方が好スタート。2番の山崎ハンデゼロ枠なりです。3番の穴見がスタート決めました。4番の伊藤翔馬10戦枠なり。7番の岩崎陽一電光石火スタート決めます。1周の3コーナー2番山崎が先頭を奪います。1番田方2番手交代。すぐ後ろ3番穴見です。7番の岩崎良一が5番手から4番手で上がろうかというところ。1番田方の懐、3番の穴見が上がってこようとしていますが少し滑っています。2番手しっかりと取ってきたか。3番の穴見4番手から3番手に上がろうかというのは7番の岩崎良一です。前には1番田方がいます。4番伊藤翔馬人気の中心、ここは5番手に下がってしまった。レースは残り4周を切ります。2番山崎です。3番の穴見1番の田方粘っています。4番の伊藤翔馬7番の岩崎8番の高橋光は6番手の位置です。5番の柴田6番の泉田下がっています。4コーナー立ち上がりましてレースは早くも残り半分です。2番山崎トップを奪いました。逃げ展開です。3番手逆転があったか。4番の伊藤翔馬が上がってきています。2番山崎が抜け出す。3番穴見が好ブロック。4番伊藤翔馬がまくりたい。7番の岩崎良二どうする。8番の高橋光5番手浮上。4コーナー立ち上がってレースは残り2周を切っていきます。4番の伊藤翔馬が3番の穴見に外から仕掛けてまくっていきました。4番の伊藤翔馬がまくって2番手浮上。3番の穴見のインコース。7番の岩崎良一こじ開ける。8番の高橋光どうする。5番手4コーナー立ち上がりまして青旗が見えてきました。残りは1周最終周回です。
6周1コーナー飛び込んできた。最後流れる2番の山崎、2番手交代、3番手に下がってしまった。一瞬の隙、岩崎亮一が2番手に上がっていきました。4番の伊藤翔馬トップ、7番の岩崎亮一、その後ろ2番山崎、8番高橋美津が4番手争いだ。最後伊藤翔馬、岩崎亮一、やった、おめでとうございます。いやと消えていきます。針が動きます。5秒前、3秒切りました。2秒。8レース準々決勝戦 B スタートしていきました。1番のバンダがスタート決める。2番の中野、0枠なりです。4番の五章が前まで行った。中野3番手、4番手に下がってしまいました。4番の五章が10戦では先制、そして前まで行こうとしています。8番の荒尾ですが、ここは6番手発進です。6番の岡部が下がります。7番の山田とここは後方で競っています。4コーナー立ち上がっていきます。レースは2周目、1番のバンダが逃げる。4番の五所が2番手です。外から強襲、5番吉原をまくろうかという8番荒尾の姿。荒尾が3番手で上がってきています。1番バンダ、4番の五所です。8番の荒尾が2番手浮上となりました。4コーナー立ち上がっていきます。並びます。先頭バンダ、8番の荒尾、2車が並んでいきます。1コーナーです。内からバンダ、外から捉えたい8番の荒尾です。荒尾がトップを奪う。荒尾が先頭に出ました。8番の荒尾が先頭、1番のバンダが2番手です。3番手争い、4番の五所にアタックインコース、5番の吉原が上がってきています。4コーナー立ち上がっていく。レーサー残り半分です。8番の荒尾がトップを奪いました。1番のバンダが2番手です。5番の吉原が3番手、4番の五所、3番の木村、その後ろが2番の中野です。7番の山田、6番の岡部は後方で競り合っている状況。4コーナー立ち上がります。レーサー残り2周を切っていく。8番の荒尾が先頭です。1番のバンダが2番手です。5番吉原です。思想は劣勢でしたが、ここは安倍校舎ぶりを発揮。3番手から2番手伺える位置。1番のバンダと5番吉原は2番手争いです。4番の五所がその後ろです。4コーナー立ち上がります。青旗が見えてきました。残りは1周、最終周回です。2番手争いは決着ついたんでしょうか。先頭はご覧のように抜け出しました。8番荒尾聡です。1番のバンダ、2番手追走、5番吉原です。先頭2番手は人気の両者、3番手は5番の吉原です。最後の直線に入っていく。8番の荒尾聡、圧勝ゴール、本節初勝利。1番のバンダ、5番の吉原です。毎度あり、やった、おめでとうございます。またのご利用をお待ちしています。グッドボタンを押してくださると素直に喜びます。チャンネル登録は、ああこいつとは合わなそうと思ったらしないで結構です。気の合う方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。